You see two very beautiful lines on Nazca Plateau, Peru. One is a vertical line from Area 51 via Mount Popocatépetl, Mexico, and another horizontal line from Mount Elbrus, which is the holiest of all holy mountains in the world. Both lines cross each other in here, as you see here, forming a part of so-called Grand Cross in Nazca. This fact indicates that the horizontal line from Mount Elbrus is one of the most significant major lines in Nazca. Yes, Mount Elbrus is the holiest of all holy mountains in the world, but why Mount Elbrus? Why is the line from Mount Elbrus here crossing the vertical line of the Grand Cross in Nazca? Nazca には通称グランドクロスと呼ばれる最も長く最も太い2本のラインがあります。グランドクロスの縦線はエリア51からのラインで、そのほぼ真直線下にメキシコのポポカテペトル山があります。で、その縦線を東から横切るように、これまた長大なラインがあります。青山中の青山、つまりヨーロッパ最高峰のエルブラス山から引いてきたラインですが、なぜエルブラス山なのか。広し林市浜松市ジャパン。ここでもう一本重要なラインについて説明しておきます。ナスカのグランドクロスの縦線は正確にエリア51とメキシコのポポカーティペトル山を示しています。そしてもう一本横水平に走っているラインがあります。このラインは正確にエジプトのエトフにありますホルス神殿の方向を示しています。ホルス、またの名をラーと言います。そのラーは誰かについてゼカリア出身はマルドックであると明言しています。つまりこうして神々がこのラインを中心に集合しているということになります。そして言うまでもなく右上から左下に走るこの水色のラインは人類創造の山、すなわちエルブラス山の方向を正確に示しています。そのことをご留意の上、続く動画をどうかご覧になってください。Long, long time ago, before Christopher Columbus completed four voyages across the Atlantic Ocean and established settlement on the island of Hispaniola, initiated the permanent European colonization of the Americas, there had been already a line in Nazca which shows a direction to Area 51 of present-day USA.This fact indicates that Area 51, which stands for Area for Mars in Jewish Gematria, had been there as it is now long before the days of Christopher Columbus. This is an important point for today's video, but why? Why had it been there in Nazca, the line which shows the direction to Area 51?ナスカ高原には現在の USA のエリア51の方向を正確に示すラインがあります。通称グランドクロスと呼ばれるナスカ高原においては最大かつ最も目立つ直線です。つまりコロンブスが大西洋を横断する4回の航海を成し遂げる以前からそのラインはあった
ということです。ここが重要です。コロンブスがアメリカ大陸を発見するはるか以前に、すでに現在のエリア51の場所を正確に指し示すラインがナスカ高原にはあったということです。なぜでしょうか。エリア51の謎はまさに底なしの様相を示してきました。広志林、浜松セリージャパン。Nazca lines are inheritance from Martians to humans to let us know the real history with God. Nazca のラインは火星人が私たち地球人に残した、つまりは歴史的遺産ということになります。このような形で火星人たちは人間に遺産を残してくれました。その遺産によって私たち人間は人間と神々の真の歴史を知ることができるようになりました。広志林、浜松セリージャパン。ナスカのあのライン群は誰が何のために引いたものでしょうか。その謎を解く鍵がアメリカのあのエリア51にありました。まず皆さんをナスカ高原へ案内します。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数のラインが引かれていますが、その中でも特に際立ったこのやや左にあります白いラインに注意してください。一般にはグランドクロスと呼ばれているラインです。長さが10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。このラインは伸直線に正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。この黄色いラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。エリア51はアメリカでも最も重要かつ秘密基地ということになります。そのエリア51の51は11種ゲマトリア、つまりユダヤの暗号によれば火星を意味します。火星です。そしてこのナスカおよびやや北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長長頭人間です。ではこの縦長長頭人間は誰でどこから来たのでしょうか。その謎を解くヒントをあのゼカリア・シッチンが残してくれました。この本の1ページの中央部の挿絵に注意してください。この挿絵の中央部に書かれている人物に注意してください。左に書かれているのが六芒星。火星は太陽系の惑星を外側から数えて6番目ということになります。地球が7番目、そして金星が8番目ということになります。六芒星イコール火星のシンボルマークということになります。この挿絵の中の右から2人目中央に描かれているこの人物に注意してください。イギギです。そのイギギについてウィキペディアイングリッシュには次のようにあります。イギギ
was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology, though sometimes synonymous with the term Anunnaki. In one myth, the Igigi were the younger gods who were servants of the Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. つまり、イギギというのはシュメール神話の中では天の神と考えられていた。そしてイギギはアヌンナキの同意語として使われることもあった。そのイギギは反乱を起こし、人間の創造によって置き換えられるまでイギギはアヌンナキの召使いであったと。これがその円筒印象と思われる図柄の説明文ということになります。ただゼカリア書神はこの挿絵についてですね、左上に書かれているのは火星であり、中央に書かれているのがニビル、つまり横切る星であると説明しています。がここで注意していただきたいのは中央のその人物です。これが太陽とゼカリア書神は説いています。そしてこれがイギギ、火星から来た人という意味だそうです。そして左上に六芒星が描かれています。まあ、ここから火星人ということをゼカリア書神は判断したのだと思います。そしてその中央の人物の左右に人間らしき人物が描かれています。まあ、かなり大柄な人間ですから神だったかもしれません。この手をかざしている点に注意してください。右はですね、エジプトの壁画に残っている絵ですけども、皆手をかざして挨拶をしています。まあ、このような形で古代の人たちは相手に挨拶をしたわけですけども、まあ、大抵は目下の人が目上の人に対してこのように挨拶しているということになります。目上の人が目下の人に同じように挨拶している絵もエジプトの壁画に残っています。それはともかくもこの人物に注意してください。異様に頭が上方縦長に長く、そして頬骨が出ているのがわかります。少し回り道をしましたので最初の話に戻ります。ナスカです。ナスカのグランドクロスに注意してください。縦線ですね、今黄色いラインでそれを示しました。このラインは正確にエリア51の方向を示しています。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ここが重要です。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。この黄色いラインはナスカ高原の中にあっても際立って目立つラインということになります。つまりナスカ高原の中においてはラインの中のライン、ラインの王ということになります。そしてナスカおよびその北方のパラカスではこのような縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上発見されています。縦長超等人間です。その頭蓋骨と先ほど紹介しましたイギギの絵と比較してみてください。イギギと中央下の縦長超等人間の頭蓋骨です。私林博氏はナイル川周辺の例えばツタンカーメン王家族の頭蓋骨およびドゴン族のアーティファクトに残っている横長超等人間の頭蓋骨と区別して、パラカス周辺のこの頭蓋骨を縦長超等人間と呼んでいます。それはともかくもこの縦長超等人間の頭蓋骨と左側イギギの頭の形が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。長い頭、そして出っ張った頬骨ということになります。つまり向かって左側、この人物がイギギ、火星人ということになりますから、当然向かって右側のこの縦長超等人間もイギギ、火星人ということになります。こうしてゼカリア書神の解読した謎とエリア51と、そしてナスカ高原のライン群がつながりました。
が、それだけではありませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この赤い帽子のようなものをかぶった人物の喉を見てください。生命維持装置のようなものがついています。で、拡大してみますと、人間らしからぬ顔をしているのがわかります。そうです。縦型超等人間です。その縦長超等人間をダ・ヴィンチ自身が描いていました。右から二人目はパラカスの縦長超等人間です。同じ顔であることに注意してください。そしてその上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり今から2000年前のイエス・キリスト自身であると私は判断しています。このようなスケッチ画を1500年後のイエスが私たち人間に残しました。そしてこれが私たちがよく知っているダ・ヴィンチの肖像画なるものです。こうしてダ・ヴィンチと一連の縦長超等人間とつながりました。ナスカ高原です。このラインがナスカ高原のラインすべてを代表しているということになります。そしてそのナスカ高原はエリア51とつながっています。つまりエリア51は地球における火星人の基地ということになります。あなたの声がこう聞きました。誰がナスカラインを作ったのですか？もちろん私です。私たちが作りました。あなたの声がこう聞きました。では何のためにナスカラインを作ったのですか？もちろん人間のためですよ。あなた方人間のためですよ。え、人間のためですか？もちろんそうですよ。いつの日か人間の皆さんはこうした事実を暴き、そしてこうした事実を知るところとなるでしょう。そしてその時人間の皆さんは私たち火星人との歴史を知るところとなるのです。ナスカ高原のそれぞれのラインはそれぞれの遺跡へとつながっています。そしてそれぞれの遺跡との関連性をこのナスカ高原のラインを知ることによって皆さん地球人も知ることができるのです。つまりね、ナスカのラインというのは人間の皆さんのための言うなれば歴史の記録書ということになるのです。わかりますか？つまりね、ナスカラインというのは未来のあなた方のような人のための、つまりは遺産ということになるのです。これによって皆さんは人間の真の歴史を知るところとなるということです。あなた方
火星人が地球人のために残してくれた遺産ということになるのですか？そうです、もちろんそうです。あなた方人間はこのナスカラインの謎を解くことによって、あなた方が何であって、そしてどこから来たかを知るところとなるのです。いいですか皆さん、あなた方人間は神の息子たちであり、そして娘たちなんですよ。それをこのナスカラインによって皆さんは知るところとなるのです。As to Area 51, Wikipedia English writes as follows. The United States Air Force Facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range.According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames.The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. Then, what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive.Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI, or Counterintelligence for the Air Force Office of Special Investigation. Area 51とは何か？近年になり、より多くの人たちがAria 51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死を覚悟して、元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です。広し林浜松シティジャパン。スティーブン・ M ・グリアー博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネリス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地および他の基地においてUFO および外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下、リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は D83テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の D83 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。
DT3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました。 GE モノトーラ社についてはモノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップグラマン社もありました。当時は EG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコウスキーがその EG&G 社のチーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコウスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、 つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィートかける20フィート、つまり3メートルかける6メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。また、それにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設では、
もう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも壊れたような箇所があったからです。が、その表面及び全てが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。パポース地下基地へと入り、下へ降りていくと、円形の実際馬蹄形の形をしたランプ、つまり移動型昇降階段のようなものがありました。そこからはハンガー7の近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました。途中にエレベーターがあり、小分けされた上下空間がありました。バッジをつけていなかったら、あなたはその中に入ることはできません。そこではすべてがバッジシステムになっていましたし、そのバッジがなかったら、それらのいくつかの中には入れない仕組みになっていました。つまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした。前にも話しましたように、もしあなたがエイリアンの乗り物について携わっていたら、人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました。1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きました。が、そこにいる間に、私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められました。そしてある施設、つまり地下施設へと連れて行かれました。私たちは階段を降り、ランプを降りましたが、そこは巨大な空間でした。私は実際は見ていませんが、後になってアーニ・ケラーストラス氏からそこにはエイリアンの死体があると聞かされました。またさらに後になってから、その死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different?
run into him. He mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Loren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. アメリカ空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりするとあまりにも大きな政治問題、あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で
核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。がこれは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.Recently, Russian UFO researcher Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic beam directed at the small plutonium bombApollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなくプルトニウム爆弾だったというのです。考えてみれば、まだその当時プルトニウム電池などあるはずもなく、何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が
発射されたのは1970年、パイオニア10号、つまり1972年に初めてプルトニウム電池が搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広し林、浜松市、ジャパン。Today's point is that you can see number 51 in the painting of Mona Lisa. Also, you can see the scene of Mars in the painting of Young Mona Lisa or Isleworth Mona Lisa. Number 51 stands for Mars in Jewish Gematria.Area 51 in USA was a Martian's base on this planet Earth. The vertical line of the Grand Cross in Nazca Plateau shows the direction sharp to Area 51. And Leonardo had a friend named Igigi with a vertically elongated skull.Who came from Mars. In this way, Mona Lisa, Mars, Area 51 USA, and Nazca are connected with only one person named Leonardo da Vinci, who had a Martian friend. And you may ask me why.Nazca, because Paracas is their homeland for Martians. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Ladies and gentlemen, this isAre 51, and what is Area 51 for humanity? Here is my answer to the mystery of Area 51. Wikipedia English writes about Area 51 as follows.
the United States Air Force facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. The Area 51 is and has been Martian's base on Earth. Here is its evidence and proof. アメリカでも最重要の、かつ最も機密性の高い空軍基地がエドワード空軍基地、通称エリア51と呼ばれている基地です。 CIA はその基地をホーミー空港と呼んでいますが、そこは今も今までも火星人たちの地球における秘密基地でした。その証拠と証明をこの動画の中で皆さんにご覧いただきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。林博士のナスカ理論による証拠と証明、最初からもう一度説明します。エリア51です。このエリア51の中心部からナスカに向かってラインを引きます。皆さんをナスカ高原へ案内します。そのナスカ高原には長さ10キロ以上、幅20メートルから40メートルの長大なラインがあります。グランドクロスと呼ばれているその縦線です。左上から引いてきたラインがエリア51から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。黄色い細いラインがそのラインです。左上から引いてきたラインがエリア51から引いてきたラインです。そのラインは寸分狂わず、正確に正確に正確にグランドクロスと重なります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。ここが今日の最も重要なポイントです。黄色いラインはエリア51から引いてきたラインです。黄色いラインに注意してください。そのラインはグランドクロスの縦線と正確に正確に正確に重なります。つまりグランドクロスの縦線はエリア51の方向を示しているということになります。地上に降りてそのラインを南から北へ登ってみます。このラインです。長さが10キロです。幅が20メートルから40メートルあります。このラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を向いています。つまりナスカ高原のこのライン群はすべてエリア51を意識して作られたラインということになります。 by 林博士のナスカ理論による証拠と証明ということになります。がそれだけではありません。またそれだけで満足しているわけではありません。もう一度皆さんをエリア51へ案内します。エリア51、いろいろな名前で呼ばれていますが、エリア51というのが最もよく知られた名前です。がエリア51とは何か、エリア51の51は何を意味するか、その意味を知っている人は2018年の7月現在、私林博士と TM 氏以外誰も知りません。
またそれについて説明した文章、証拠は何もありません。となると、なぜエリア51なのか、なぜ51なのかという謎が湧いてきます。それを説明する前に、まず皆さんにエリア51を見ていただいています。誰が何のために建設した空軍基地なのでしょうか。またなぜこれほどまでに厳重に管理された空軍基地なのでしょうか。謎が謎を呼びますが、その答えはこの51という数字にありました。その謎を解く鍵が、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるモナリザの中にありました。モナリザの絵の中に51という数字が隠し込まれていました。タケさんという方の大発見です。その51は何か。51というのは11種ギャマトリア、ユダヤの暗号によれば火星という意味です。そしてモナリザ、もう一枚のヤングモナリザ、通称アイルワースのモナリザと言われている絵の背景には、火星の様子が正確に描き込まれていました。絵というよりは写真としてその絵の中に描き込まれていました。これがエリア51の上空で撮られた写真です。モナリザです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるモナリザです。この絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。注意深くご覧ください。この赤枠で囲んだ部分です。左右反転し明度を上げてみます。するとここに51という数字が浮かび上がってきます。中央に5ですね。そしてその下に1という数字が見えます。つまり11種ゲマトリアによればですね、51、つまり火星ということになります。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はモナリザ、そしてヤング・モナリザ、アイルワースのモナリザの絵の背景に火星の様子を正確に描き込んでいました。ここに5という数字があるというのは竹さんという方の指摘です。そしてその5という数字の下に1という数字があるということを竹さん並びにワイルドスタイルカスタムズさんより指摘していただきました。51、つまり11種ゲマトリア、ユダヤの暗号によれば51は火星を意味します。つまりモナリザ、ヤングモナリザの背景になぜ火星の大地が表現されているか、これでその理由が分かりました。ここがこの動画の第2の重要なポイントですから、皆さん自身の目でもう一度確認してください。モナリザの絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。当初私はですね、この1を探したわけですけども、これかな、もう一度絵を拡大し皆さん自身に確認していただきます。左右を反転します。するとここに5と1という数字が現れてきます。51です。つまり1500年後のイエスはこのような形で500年後の私たちにメッセージを残したということになります。51ですね。いつか君たち人間は
この事実に気がつく時が来るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。そして同時に君たちがどこから来て誰であるかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は神々の息子であり娘なんだよと。五一にはそういう意味が含まれます。繰り返しになりますが、モナリザの絵、そしてヤングモナリザの絵の背景には火星の大地、そして火星に生える樹木が描かれていました。となると、これらの事実、ナスカの直線、そして五一、ネリス空軍基地をエリア51と呼ぶ、そうした事実をどう考えるかということになります。一つの仮説がここで立ちます。つまり、もともとエリア51は火星人の地球基地であったという説です。by 林博史です。そしてその基地を何らかの形でアメリカ軍が発見した。そしてその基地を自分たちの基地として利用するようになったということです。つまりエリア51はもともとは火星人の基地であったということになります。またそう考えることによって今までの謎が全て氷解します。こうしてエリア51とナスカ高原のラインがつながりましたが、なぜナスカなのかということですけども、それについての動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。ナスカ、そしてその北のパラカス地方はまさしく火星人の地球の故郷であったということになります。で、もう一度最後にナスカラインを確認しておいてください。エリア51からナスカに向かって線を引くと、そのラインは寸分の狂いもなくティオティワカン、あるいはププカティペティ山を横切り、そしてナスカ高原のこのラインと重なります。ナスカ高原で最も長大かつ太いラインです。この黄色いラインは、左上からのラインはエリア51から引いてきたラインです。皆さん自身でもご確認できると思います。そのラインは正確にナスカ高原のグランドクロスの縦線と重なります。長さは10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。高い宇宙の上空から見て初めて確認できるラインということになりますが、それでもあなたはこのラインは人間が引いたものであり、そしてエリア51を正確に指し示しているのは偶然と言い張りますか？あとはあなた自身の判断ということになります。で、もう一度皆さんに確認しておいていただきたいことはですね、つまりナスカの
このエリア51を正確に正確に正確に指し示すラインが作られた時にはまだアメリカ大陸そのものが発見されていませんでした。すでにその頃からナスカにはこのようなラインがあって、そして現在のエリア51の場所を正確に正確に正確に示していたということです。つまりエリア51の場所はアメリカ大陸が発見される以前よりそこにあった、そこにあったということです。ではなぜナスカなのか、またなぜパラカスなのか、その説明は続く動画の中でします。Mr. Jason Clavito writes in his website that the Nazca astronaut, known to archaeologists as the Owl Man, is an etched geoglyphus in human form, approximately 100 feet or 30 meters high, situated between two etched parallel lines on a hill near the Nazca Plateau,such that it could be seen from the coast. The long-time scholar of the Nazca drawings, Maria Reicht, named the figure the Owl Man when she published the first aerial photograph of it in her 1949 book, The Mystery of the Desert, which suggested an astronomical purpose for this and other Nazca etchings.It became known as the astronaut only after ancient astronaut writers popularized the image. ナスカにはナスカのフクロウ人間、現在はナスカの宇宙飛行士としてよく知られている地上絵があります。高さは30メートルです。その地上絵が世間に知られるようになったのはマリア・レイチェが1949年に書いた砂漠のミステリーという本だそうです。それはともかくも、この地上絵は何のためにここに書かれたものなのでしょうか。丘の上に書かれているため、遠く離れた海岸からも見ることができるそうです。広志林、浜松シティ、ジャパン。それでは皆さんをフクロウ人間の絵の描いてある場所へ案内します。ナスカの地上絵イコール道路標識施設 by 林博士です。例えば猿の絵がありますが、あの猿はスリランカのラバナ神、つまりラバナ猿を表したものである。また渦巻きは蛇、パレンケの蛇、あるいはカラクムルの蛇を表したものである。ハチドリはパレンケのハチドリを表したものである。さらに三角と言われている地上絵がありますが、あれはウラウン山を示したものである。少し離れたところにありますルリパタの地上絵はギアナ高原のペモン族を表現したものである、などなど。今ご覧いただいているフクロウ人間もその中の一つであるということです。そこでギザのピラミッドナンバー2からそのフクロウ人間に線を引いてみます。ギザのピラミッドナンバー2です。ここからペルーのナスカに向けて線を引いてみます。これは2013年の地上絵ですけども、その線はまっすぐとこのフクロウ人間を縦に割ります。つまりこのフクロウ人間はギザのピラミッドの方向を示しているということになります。
ただ粘土によってはギザからのラインがこの袋人間を縦に正確に割らないことがあります。それは Google Earth がですね、ナスカの地上絵を写真に収めるときに斜め上方から撮った場合にそのような狂いが生ずるものと判断します。そこでナスカの地上絵の周辺の直線がですね、直線になっているかどうかを見ながら判断します。つまり真上から見た場合にはその直線は直線になっているからです。やや斜めから見た場合にはその直線が凸凹になっています。そういう考え方で見るとですね、順に2016年、2014年、2013年と続いていますけども、2013年のこの地上絵はほぼ真上から写真を撮ったものと判断できます。そういうことからですね、このフクロウ人間は正確にギザのピラミッドの方向を示していると私、林博士は判断しました。例えばこれは空中撮影によって撮られたフクロウ人間ですけども、撮影する角度によってですね、ラインが左右に揺れている点に注意してください。真上から見た図形でないとこのように線がそれぞれの方向を示すということです。ついでですが、この辺りの様子がどのようになっているかも簡単に調べてみました。この中央、上から下に一本の道路が走っています。この辺りに視点を置いて、その辺りがどうなっているかを調べてみました。最初に小さな小山が見えます。この小山の向こう側にフクロウ人間が描かれています。このような地形になっています。反対側です。で、さらにぐるっと回って、そして元の場所に戻ってきます。ここが元の場所です。ナスカのフクロウ人間だけを見ていると何が何だかわけがわからなくなりますが、しかしこのような道路標識はあちこちにあります。三叉の大食台もその中の一つです。三叉の大食台へ皆さんを案内します。この岩盤にもやはり地上絵が彫り込まれていますが、これは道路標識です。それぞれの角あるいは枝分かれしているところに点を取ります。このラインはプーマプンクを示しています。この方式はブライス・インタグリオスの方式と同じです。こうして点を取り、そして線でつなぐと、このラインはクスコの方向を示していることがわかります。そしてこのブルーのラインはナスカの方向を示していることがわかります。で、このプーマプンクからのラインはこのナスカの滑走路と正確に重なります。このナスカの滑走路はプーマプンクの方向を正確に示していることになります。緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身で確認してください。そのプーマプンクからアタカマジャイアントに線を引きます。アタカマジャイアントです。地球上で最大の地上絵ということになっています。目と口をつないだラインがプーマプンクの方向を示しています。そして縦線は正確にギザのピラミッドを示しています。このように他の道路標識と並べて考えますと、このフクロウ人間、つまり宇宙飛行士も道路標識と考えられるわけです。またそのように考えて、どうして間違っているということになるのでしょうか。で、結論ということになりますが、ナスカのこのフクロウ人間がギザのピラミッドの方向を示しているという前提に立つならば、この袋人間は何らかの形でエジプトと関係があるのかということになります。またその可能性はないとは言えません。ただ先ほど見ましたように Google Earth で紹介されている写真がですね、必ずしもいつも真上から撮られたものでないということで、ラインがずれる場合があります。このような斜面においてはですね、カメラの位置が
斜め方向にずれるとそのラインもずれるということもあるということです。それはともかくもこのフクロウ人間が何らかの形でエジプトと関係があるのかないのか、似ているとするならばですね、やはりミイラの図と似ているのではないかと思います。そして先ほど見ましたようにこの地上絵は遠く海岸からも見えるそうです。でエジプトの壁画の一枚をここに皆さんに紹介します。雰囲気的にどこか似ているような感じます。特に半分に2つに割るとですね、一番右のミイラの形に似ているのではないでしょうかというふうにも考えられるということです。このフクロウ人間は何を表しているのか、今はペンディングという状態にしておきます。 Bye for now。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Homeland for people from Mars, Mystery of Valley of Fire. 火星から来た人たちの故郷、謎の火の谷。今日は、謎の巨人の話をします。道路標識。地球には4人の巨人がいます。1人はナスカ、ナスカの宇宙飛行士です。UK のサン・アッバス・ジャイアントです。そして、アタカマ・ジャイアントですね。で、もう一人は USA のプライス・インタグリオスです。これらの4人は何のためにどうして地上にいるのでしょうか。今日はその謎に挑戦してみますが、これらはまさしく道路標識なんですね。が、考えてみるとおかしなことですね。エイリアンともあろうお方がですね、なぜ地上に道路標識など必要とするのでしょうか。人間だってナビゲーターを持っていますよね。何のために、どうして、なぜ彼らはここに立っているのでしょうか。その前にこれらの4人について調べてみます。ギザのピラミッドから線を引いてみます。ナスカの宇宙飛行士です。まっすぐと縦にあります。ということは、宇宙飛行士はギザのピラミッドを示しています。UK のサン・アッパス・ジャイアントです。ここには、ルンビニから線を引いてみます。釈迦の生まれ育ったルンビニです。この立っているものは、正確にルンビニを示しています。そして、アタカマ・ジャイアント。ギザのピラミッドから線を引いてみます。すると、その線はまっすぐ、アタカマルジャイアントを割ります。ということは、アタカマルジャイアントはギザを示しています。で、ブライス・インタグリオスは簡単ですね。北極から線を引いてみます。北極点からね。すなわち、これらの4人のジャイアントは、それぞれ4つの拠点を示しています。が、ちょっと待ってくださいね。で、もう一度調べ直してみますと、これら4人の巨人は別の場所を示していることがわかります。すなわち、ギザのピラミッドの方向を示しながら、実は、オランティ田んぼを示しています。その真直線下にオランティ田んぼがあります。でから、サン・アッパス・ジャイアントは、ルンビニを示しながら、カスピ海の東岸の砂漠地帯のどこかを示しています。まだ場所は特定できていません。そして、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その途中のサラーデコイパサを示しています。で、残ったブラウス・インタグリウスは、北極の方向を示しながら、どこを示しているかという問題が出てくるんですね。で、今日は、その問題について、一つの例として考えてみます。ブラウス・インタグリウスの巨人は、何を、どこを示しているのかという問題なんですね。しかし、その謎は簡単に解けます。ネバダの火の谷ですね。
で、ブライス・インタグリオスから 0.00 度で北に線を引いてみます。その線は、伸直線に火の谷へ向かいます。ここが火の谷です。真っ赤な大地ということから火の谷と呼ばれるようになったそうです。まあ空から見るとそれほど赤くは見えないんですけどもね、写真の中には真っ赤なものがあるんですよ。ここなんですね。この火の谷の、まあ山の頂点からナスカに線を引いてみます。こういうケースの場合、一番高いところの頂点から引いてみると大変わかりやすいですよ。ここがナスカです。この滑走路の向かって右側の方を見てください。まっすぐと線が重なりましたね。ということは、この滑走路は火の谷を示しているということなんです。もう一度やってみます。緯度経度はここに示しておきます。で、今度は反対側、今の滑走路、同じ滑走路の今度は向かって左側です。ここを注目してください。この線は実はブライス・インタグリオスから引いてきた線なんです。重なりましたね。これでもう確定的ですね。必要十分条件を兼ね備えました。なあち、これの滑走は右は、バリオファイア、左はブライス・インタグリオスを示しているということなんです。こうしたケースは他にもあります。左の方がアタカマライン。そしてこれがサンアッバスラインで、同じように、まあこの辺に、巨人の殻の線が集まっています。丸のところで重なっていることに注意してください。では、ナスカ理論をもう少し説明します。同じプラットフォームで似たような場所を示すケースは多いです。ユンギャン。それから左がリュウモンです。ですから見た目には区別がつきませんね。同じエイリアンが同じように関与したということなんです。それからカラルと、それからシカンです。これは二つも同じエイリアンが関与しています。ですから同じプラットフォーム、ランウェイから出発しています。それぞれ緯度経度はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。そして、大変面白いことにこれが富士山から引いてきた線。左が桜島から引いてきた線です。あるんですよ。そして富士山から引いてきた線は、この奇妙な形をした地上絵の上を横切ります。これは日本の本州を示しています。そして線と線が重なったところがちょうど日本の富士山の位置と一致します。これはナスカの中の日本というテーマで以前ビデオを作りましたので、詳しくはそちらの方でご覧ください。わかりますか？正確に、一見雑な絵のように見えますけども、正確に富士山の位置、それから日本の本州の位置を示しているのはわかります。すなわち、左が富士山からの線ですよね。そしてその横切るところに、ちょうど日本も、日本と言いますか、本州の日本が、富士山があります。では、火の谷に戻ってみます。この火の谷をご覧ください。誠にもって何て言いますか。はい。奇妙な山であります。そして山の、やや北側ですかね。こんな、まあ、自然にできたとは、とても言い難い。平らな土地がやっぱりあるんですね。なぜ平らな土地かもう皆さんお分かりですね。着陸台なんですね。ここにはかつて巨大な UFO、彼らの乗り物が着陸したと考えています。そしてこの火の谷の写真をよく見てください。で、この火の谷、火の谷とでごめんなさいね、サラデコイパサと見比べてみます。ボリビアのサラデコイパサです。これは以前、火星人のから逃れてきた人たちの故郷であると証明いたしました。この、サラデコイパサの大地と、そして火の谷、バリオファイアと比べてみましょう。上がサラデコイパサ。下が
fire, valley of fire です。色を落としていますと区別がつきませんね。ということは、これらが、こうした土地が彼らの好みなんですね。では、ブライス・インタグリウスの答えを示します。先ほどここにクエスチョンマークを書きましたけども、ここに書く、置かれるのが、当然火の谷ということになります。Valley of Fire になります。そして、エロンゲイテッドマン、コーンヘッドマンはですね、カスピ海の東、それから、アタカマでも活躍しています。そして、多分、アメリカにもいたのでしょうね。ということになる、なります。すなわち、これらの人たちは、これらの絵を描いた人たちは、火星からのエイリアンということになります。そして、人間よりははるかに利口であったにしても、いわゆるロークラスのエイリアンであったということなんです。ですから彼らは、道路標識を必要としたんですね。まあ、エイリアンの世界ではですね、こう言ってるんです。俺たちは低層階級だからな。だから高度なテクノロジーは持ってないんだよ。また作れないんだよ。またな、その高度なテクノロジーを交換することはエイリアン同士では固く禁じられているんだよな。人間の皆さん、エイリアンが簡単に知を与えてくれなんて思っちゃダメだよ。と、火星からのエイリアンはそう言いました。In 2003, a team of researchers published a report in the journal Science titled Mars-like soils in the Atacama Desert, Chile, and the dry limit of microbial life, in which they duplicated tests used by the Viking 1 and Viking 2 Mars landers to detect life and were unable to detect any signs in Atacama Desert soil.The region may be unique on Earth in the regard, and is being used by NASA to test instrument for future Mars missions. Due to its otherworldly appearance, the Atacama has been used as a location for filming Mars, most notably in the television series Space Odyssey, Voyage to the Planet. 地球上で火星の環境、特に火星の土壌に最もよく似ている場所といえば、チリのアタカマ砂漠ということになります。火星探査機のバイキング1とバイキング2の実験もここでなされています。また、その地球らしからぬ光景は、火星映画のロケ地としても使われてきました。例えばその中には、BBC 制作の惑星旅行などもあります。が、それだけではないようです。UFO の発着台というニックネームを持つスマイパタ。地山の地上絵の中の人物像、それにアタカマジャイアンツは皆ある一点を示しています。それがこれから紹介するアタカマ砂漠の中にあるサラーデコイパサです。広し林、ハママシティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。まず最初にスマイパタです。UFO の発着台というニックネームを持ちます。この UFO の発着台にサラデコイパサから線を引きますと、まあ、この UFO の発着台と言われている、まあ、日本の滑走路に、まあ、正確に重なります。これが、まあ、岩盤に掘られた日本の直線ということになります。次に地座の地上絵です。地座の地上絵には二重枠で囲まれた人物像が描かれています。二重枠です。つまり、日本の大占領とコンセプトを同じにします。つまり、重要な地点だということですね。この二重枠で囲まれた人物像に、やはり、サラディコイパサから線を引きますと、正確にこの人物像を二つに割ります。次に、アタカマジャイアントです。アタカマジャイアントは、正確にギザのピラミッドナンバー2を向いています。その新直線下に、サラディコイパサがあります。アタカマジャイアントです。すなわち、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その途中のサラデコイパサを示しているということになります。そして、ナスカラインです。ナスカにも、サラデコイパサを示す直線がありますが、この直線はですね、全長10キロにわたる長大なもので、途中で、まあ、この、やや上、やってきましたね。この十字路あたりまでは、やや
左側にずれます。そしてこの十字路から今度はやや右側にずれます。まあ、この直線はサラデコイパサを示していると私は考えていますけども、このように途中でややずれるという点で、まあ、確定的ではありません。まあ、こうした直線は他に例のないと言いますか、途中で折れ曲がる線というのは珍しいです。まあ、ともかくもこのラインがですね、私はほぼ、サラデコイパサを示していると思います。他に10キロの長大なラインと言いますと、グランドクロスがあります。縦線は、ティオティワカンのすぐそばのポポカティ、山を、示して、ポポカティペティを示しています。まあ、10キロのラインというのはそれだけ重要、まあ、細くて長いですから、私のナスカ理論によれば、それだけ重要な拠点を示しているということになります。今、画面全体がね、右の方にずれましたので、このように見えます。このラインですね。で、この、ちょうどこの道路があるところあたりで切れます。で、サラデコイパさんの話をします。で、先ほど言いましたように、スマイパタの、まあ、日本のラインはですね、サラデコイパさを示していると。そして、地座の地上絵の二重枠で囲まれた 人物像も、やはり、サラデコイパさを示していると。そして、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その新直線下に、サラデコイパサがあると。このように、まあ、3箇所集まるわけですね。もう1箇所、まあ、このナスカラインはですね、今日は新、まあ、全く重なるというわけではありませんので、まあ、一応参考程度に挙げておきます。そして、この1点に集まるということですね。それが、サラデコイパサであるということです。まあ、こうしてですね、サラデコイパサには何かがあるという、まあ、状況証拠が集まっていくということになります。で、かなり以前にそれに私は気がつきまして、古い動画を作りました。古いというか動画を作りました。それをこの後すぐに、つなげておきますから、まあ、参考のためにご覧ください。ただ山の名前を間違えていること、います。これがサラデコイパサです。続くビデオの中ではですね、サバヤ山をですね、サラデコイパサと示していますけども、それは間違い、写真が間違っているということです。そういうこともご留意の上、どうか続くビデオをご覧ください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamo City, Japan. It's my great pleasure that I can introduce you the Aliens Homeland.This is just simply a matter of you, whether you believe in me or not, but I don't care if you don't believe in me. And this is Atacama Giant, or my name is Atacama Giant. I'd like to talk about my homeland, he says. Okay, this red line comes from Giza, Egypt, straight, directly from Giza. This red line passes over throughthis Atacama Giant. And this line from the left top is from Pumapunku, Tiwanaku. And here is a map of around here. I show you this fact. This is a line from West Pole at the angle of just 45.00 degrees. The line just comes to near to Atacama Giant, and this line comes from Giza.Red line shows that line from Giza directly. And this is Nazca. And this is Pumapunku, Tiwanaku, Pumapunku. And the angle between here, 90 degrees. 90 degrees. Just 90 degrees. And Atacama Giant is here, right? And these are fact. Then why don't you accept this fact?I show the evidence. This is Giza, Atacama, and I draw a line from Giza to Atacama straight, and the line comes up here at the head of the Atacama Giant, and watch here very carefully, right? The line comes from Giza, and this line comes from up here,And this is Atacama Giant. The line really, really passes over the Atacama Giant straight. Why don't you accept me?
he says. Just near the Atacama Giant, there's another line pictures about 330 meters away. Line from Teotihuacan. Have a look at this watch here. Okay, the line passes over here, this runway. Just runway, right? This is a runway. And near Atacama Giant, Chile, not in Peru, not in NASCAR. And have a look at this again, right? And I will show another fact. Okay, my homeland. Okay, I'll show you my homeland. This is Nazca in Peru. Have a look at this yellow line from somewhere near Atacama. And the line, we can find a line here in Nazca. Again, this is very important. That means this line indicate the direction to the somewhere or to somewhere which is very important for them or for human beings, both. Again, okay, you make sure yourself that this line is very important and this line is somewhere and it's got a line here in Nazca. Okay, again. And again. So I have repeated many, many times like this, but still many people don't believe in me, right? Hello, my name is Atacama Giant. I lie from somewhere is in Nazca, somewhere which is very important for us. You will know the somewhere is, where is the somewhere is very soon. Then, before that, please accept me, he says. Okay, I will show you one more fact. Have a look at this blue line, right? The blue line from the left top crosses over me at the angle of just 45.0 degrees. Very sharply, 45.0 degrees. And this line comes from Pumapunku. Pumapunku, okay? Pumapunku, Tiwanaku, and Nazca. Also, Pumapunku has got a line in Nazca. And the angle between them is 90.78, that's about just 9 degrees. And it is within the error of mistake. And also Pumapunku has got a line in Nazca. I'll show you, says he. This is Nazca again. This line comes from Pumapunku to Anaku. Have a look and watch here very carefully. Watch here very carefully. And the line come, okay, you can find the line in Nazca. Again, I'll repeat it again, until you accept me, and until you believe in me, right? Again, I draw a line on the line in Nazca. Again, this is a line from Pumapunku, Tiwanaku. Again, and again, until you accept me. Or, why don't you accept me now, now? Because many people say, or most of you do not accept me or say, Hiroshi, these are just coincidences, so many times. And so, how many times should I repeat these facts to tell you these facts again and again and again and again, right, until you accept me? Or, you should accept me before it's get too late. I mean, if you don't accept us, we can't accept you, said Atacama Giant. At the end of the story, where I'm standing here, right? Because I'm a road sign to my home as well as to Giza, Egypt. Okay. Do you know why I am here? This is a mystery, right? But I'll show you why I am here. Look at this map again, right? And this green line comes from West Pole and red line comes from Nazca.
And white line from Punpun and yellow line from Nazca. And have a look at it here, right? Cross point here. This is my homeland on the earth. On the earth. Okay? And you will know what it is at this crossing point. Okay, before that, this homeland is very important, as I told you. This is the somewhere again, right? My home and on earth has got a line, as I showed you. This is a somewhere, right? Right. Again. And again. 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 Now, are you satisfied? Okay. Now, this is a somewhere. This is a somewhere. Okay, here, Atacama is here, line from Atacama together, and here, the highest mountain around here, here. This is my homeland, though I don't care if you don't believe in me, says the giant. This is a mountain. Where I live, says he. Okay? Beautiful mountain. So, Takama's giant said, it's a matter of you, whether you believe in me or not. Though I don't care, you don't believe in me. And at this end of the video, I'd like to tell you about my homeland. Real homeland. Wikipedia says as follows. The sun has been compared to that of Mars. Did you know this? For filming Mars scenes. Oh, yeah. And also it says about Mars. Mars-like soils in Atacama Desert, Chile, and dry land something. And Mars landers to detect life, right? And also it says Mars-like Earth environment and found that the mist present signs of life in soil samples from Antarctic valleys, Atacama Desert City, something like that. So Atacama Jan says, I like this place very much because it looks like my homeland on Mars. I don't care if you don't believe in me, says he. This is Atacama. Beautiful land. Mars-like land, I believe. Beautiful land. See you again. Bye.